ありがとうございます。河村雄二、トリオです。よろしくお願いします。今日は3時からと5時から、2ステージでやらせてもらってます。何かマイクないのか。あります。はい、よろしくお願いします。皆さん寒いですね本当にちょっと冷えてきました ね風も強いし、はい、僕は普段東京でですね活動してるんですけど、こっちのドラムとトランペットの一人は広島で活動してます。で、今日はのりくんの方にですね、ちょっとお話来て、のりくんは普段ドラムの教室とか先生やってるんですけど、朝南区でドラム教室をやってますので、もし皆さんなんかドラムをやりたいなと思ったら、KH ドラムスキルという名目でちょっと自宅教室なんですよね、自分のスタジオを持ってやってますので、よかったらチェックしてみてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。僕も東京を出て3年半経ちます。で、広島に前いたんですけど、広島の時はですね、その楽器を僕は弾いてなくて、で東京に出てからこうね楽器を始めたんですけど、でものりくんの生徒さんも今日いないか、いないか、まあ、でも多分そういうなんかドラムとか習っていて、僕ピアノ練習してるとですね、こう前にはできなかったフレーズとかですね、リズムができるようになるんですけど、それがなんかね、自転車に乗った時のようなちょっと新鮮な気持ちになって、あ、大人になってもこういう新鮮な気持ちあるなと思って、次はそんな気持ちを書いた新しい歌っていう曲です。